皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマはココシャネルの言葉から引用します。離婚できない人への苛立ちとはという話をしていきたいと思います。シャネルの言葉の中にですね、経済力がないから離婚できないとくよくよする暇とエネルギーがあるならそれを使ってさっさと人生を変えなさいっていう、まあ、そういう言葉があるんですけれどもね、シャネルが言うとかなり言葉がねきつい感じになるんですけれども、根本的な根っこの部分では私もこの考え方には賛成です。例えば、教室運営とももしやね直接関係ないのかもしれないんですけれども、家族っていうのは必ずそういう、まあ、背景的なものを持ってるケースとかがあって、ご主人と、すごく理解してもらって上手に運営できている先生とかもいらっしゃるんですけれども、何かの事情と理由においてそのご主人と、愛情とかそういうものはなくなってるんだけれども、他に見つかる人がいないしお金を持ってきてくれるからとかね、自分にはそれだけの経済力がないからということで例えばずるずるそこにいることを考えるのであれば、経済力がないからっていうのは確かに稼げた方がいいっていうのは思ってはいるんですけれども、踏ん切れない一つの理由かとは思うんですけれども、やはりその思い悩んだり辛い思いをするエネルギーを外に出る勇気に変えて前に向かって進んでいくっていう方が、離婚は非常にこう大きなエネルギーを使うこともよく知っているんですけれどもね、なんでよく知っているのかというのは、私は離婚はしていませんが、うちは父と母が離婚しているし、どんな家庭と経過を追って離婚に至ったかっていうのは私が一番よく知っているからです。なので離婚を私は否定はしないし、それによって人生が明るく楽しく過ごせるのであればそれは選択肢の一つとして全然いいなと思ってるんですよ。現に私の母はうちのお金にだらしない借金を繰り返す父と別れたことによって数年で1000万近くお金を貯めることができましたから、それによってマンションも買うことができました。一緒にいる間はずっとお金がなくなってるような状態の人生でしたけれどもね、なので本当はそれだけの能力がある人ではあったんですけど、私たちが成人するまではっていうことでとどまってのが、彼女が選んだ選択肢だったんですけどね。私としてはもうちょっと早く離婚してくれてもよかったんじゃないのかなって高校生の頃とか思ってたりはしてたんですけどね。家に帰るのがあんまり好きではなかったので、なので離婚って必ずしもネガティブがつきまとうことじゃなくて、それを決めてさらに前に向かって動こうというふうに思うのであれば、決してそれは悪いイベントでも何でもないし通過点の一個だなというふうに私は捉えています。だからことさら離婚を推奨するわけではないんですけども、思い悩んで暗い顔をしてやりたくもない仕事をやって細々としたお金を夫からもらえてそれによって子供を育てるっていうことを選択肢として考えるのも別に悪くはないんですけれども、やはりやれるなら好きな仕事、自分が生き生きとやりがいを持ってやれる仕事でしかもきちんとした収入、成り立つ収入を得るっていうそういう自分になっていくっていう人生の決断を下す方がよほど人生は楽しいのではなかろうかっていうふうに思ったのが、私自身ももちろんそうでしたし、貧しい人はそれでもう人生は終わりなのかって言ったら、自分が作りたい人生を作ろうと思って努力をすればちゃんと世の中っていうのは評価をしてくれる部分もあるっていうことは私は私で実感をしているし、女の人とかがその経済的に辛い立場にいるっていうのは重々理解はしているんですけれども、本気でそうしようと思ったら案外女の人もパーッと上にね上がっていっちゃうこともできちゃうんですよね。
男性並みにっていうのではなく違うやり方で上手にお金を稼ぐっていうこともできたりします。だからそういう人を応援したかった、過去の私ないしは過去の母、お金がなくって離婚できなかった母のような女性が自分で好きなように好きな人生を歩める自立するための知恵と勇気を与えることができるノウハウとか、まあ、マインドの部分もそうなんですけどね、それをお伝えすることができればいいのかなっていうふうに思って、私は今こちらのコンサルタントをやってるわけなんですけどもね。だからこの動画を見ている方はもう離婚なんてさっぱり考えてない人とかだったら、まあスルーしておいてもらっていいんですけど、どうしようかなとか、やり直す努力っていうのはもちろんしたらいいと思いますよ。言うだけのことをやってもうやりきったっていうところまでやって、それでも変わらないっていうふうに思って決意をするのであれば、それはくよくよするエネルギーを転換してさっさと自立して経済力も持った状態で自分の人生歩んだ方がいいっていうのはシャネルと私は同意見です。これが、まあ、そういったちょっとどうしようかなって迷ってる人の背中を押すことになるのかなんないのかわからないんですけどもね。女の人は自由であるべきだと思うし、そういう意味でね、男の人より強いと思いますよ。男の人もね、かわいそうなところがあると思います。まあ、まだ私はそこまで大人ではないので、まあ、父がどうだったかっていうのは未だに理解はできませんけれども、母に関してはもうちょっと早く離婚していれば人生もうちょっと自分の人生歩めたんじゃないのかなっていうふうに思っていたりとかするので、私はそういう人を一人でも少なくしたい、もっと早いうちから人生を選択できる、楽しい、そして生き生きと輝ける人生を過ごすことができる、そんな選択肢を増やすことができる知恵をお伝えすることができたらいいかなと思ってお仕事をやっております。ご参考にできる方はご参考にしてみてください。それでは。